カトリック教会の総本山、バチカンです。私このバチカンにはですね、前回来た時中に入ってもだいぶ時間を潰して、いろんなところいろんなものを見て回りましたので、今回は実は中には入りませんでした。このバチカンは世界最小の独立国家なんですね。人口が800人と言います。で、面積は 0.44 平方キロメーター、皇居の4分の1ほどなんだそうですね。このバチカンというのは、ローマ市の中にあるんですね。そしてそのローマ市との間に、教会だという印さえもありません。ここはサンピエトロ広場です。催しがあると人々であふれかえるというんですね。この建物の最上階、右から2つ目の窓が法王の書斎だそうです。毎週日曜の午後に、ここから法王が姿を見せて広場の人々を、祝福すると言います。ベネツィア広場に、来ました。ローマの休日でオードリー・ヘッバーンとグレゴリー・ペックがスクーターに相乗りして走ったところですよね。ここも私のローマのベスト5に入るようなところでしょうか。夜景も写真撮ってあります。ベネツィア広場の名前なんですけども、広場に面したベネツィア宮殿にちなんで名付けられたということです。